Amazing grace, how sweet the sound. やっぱり英語って苦手だな。みんなと一緒に歌ってるからごまかせてるけど、早く終わって。よかった。でもこんなの予想外だよ。次の音楽のテストの歌が、まさか、まさか、全部、英語の歌詞だなんて。私、英語苦手なのに。どうしよう。でも、テストだし、受けなくちゃったよね。まだ日はあるし、練習しないと。筋トレだって毎日の積み重ねが大事だし、それにピキピキの一人として歌のテストがダメだったなんてことになったら恥ずかしいし。よし、今日から毎日特訓よ。ゆか、お昼なんだけど。ごめん、今日やることがあって。そっか、わかった。あ、ゆかいた。今日のお昼ご飯食べるときさ。しのぶ、ごめん。練習したいことがあるから、また今度でいい？まあ別にいいけど。ゆか発見。ねえ、今日こそは。ごめん、今日も。今日もなの？ゆかったら最近冷たい。私たちに隠れて何を企んでるのかしら。練習してるだけ。それじゃあ。練習ね。その練習が何なのかが気になるんだけどな。あれ、今日もゆかいないの？ええ、振られちゃった。そっか。ねえ、気になってたんだけど。何？ゆかのその練習って一体何なのかな？さあ、私は聞いてないけど。私も気になって聞いてみたんだけど、練習としか言ってくれなかったのよね。ゆかのことだから、筋トレか写真じゃないの？写真のコンクールが近いとか。でもそれだったら隠す必要なくない？もしかして私たちに知られるとまずいような練習でもしてるのかしら。知られるとまずい練習ってなんだよ。それがわからないからこうしてみんなで話し合ってるんじゃない？ゆかのことだから大丈夫だとは思うけど、本人にとっては何かよっぽどのことなのかな。アメイジング・グレース、ハウ・スイーツ・ザ・ジ？どっち？どっちでもいい。毎日練習してるけど全然上手くなった気がしない。これが筋トレとかだったら成果が目に見えるのに。かといってぶっつけ本番なんて絶対に無理だし。いや、でも練習するしかないよね。よし、もう一回。雨、
ゆか、いた？いやぁ！京子？どうしてここに？ゆかが練習室に入ってくとこ見たって子がいてね、何してるのか気になって。今何か歌ってたよね。それは…言いづらいことなら無理して言わなくてもいいよ。ただこれだけ毎日練習が必要なら大変なことかなって思って、ちょっと心配で。もし協力できることがあるなら力になるから。京子ってちょっとおせっかいだったね。ごめん。そんなことないよ。実はね。音楽のテストの練習？なんだ、てっきり何か大変なことしてるのかと思った。大変よ。だって見てよ、これ全部英語なのよ。おお、アメイジング・グレイス？京子知ってるの？有名な賛美歌だよね。ちゃんと歌えるかっていうとそうでもないけど、でも聞いたことはあるよ。それでこれの練習？隠さず言ってくれたらよかったのに。だってなんだか恥ずかしいじゃない、歌のテストのために一人でずっと練習してるなんて。でも練習せずにみんなの前で無様なことになりたくないし。まあちょっと恥ずかしいよね。100歩譲って私が恥ずかしいのはいいのよ。でもこれでピキピキのレベルがこんなものとか思われたくなかったの。そうなんだ。なんで笑うの？ゆかの一生懸命なところいいなって思って。もう私は真面目に言ってるのに。わかってる。それで成果はどう？正直お手上げ。そっか。じゃあ放課後私も練習付き合うよ。え、いいよいいよ、ただの音楽のテストの練習だし。それに恥ずかしい。恥ずかしいなんて今さら、ずっとピキピキで歌ってくれてるのに。でも不思議だな、ゆかって別に音痴ってわけでもないし、コーラスの担当をしてもらってる時も問題視するような欠点ってなかった気がするんだけど。そうだけど、でも私メインボーカルじゃないし。それでも大事なボーカルの一人だよ。それに一人で練習しててもお手上げなんでしょ？だったら誰かと一緒の方が解決策も浮かぶんじゃない？それはそうかも。じゃあ放課後ここでまた練習しよう。私もその歌放課後までにしっかり聞いておくからさ。ありがとう京子。じゃあゆか、早速歌ってみてくれる？え、いきなり？まずはどれくらい歌えるのか知らないと、どんな練習をしたらいいのか判断もつかないでしょ。それはそうだけど、笑ったりしないでよ。しないよ、練習のためにいるんだから。そうね、京子だったらそう言うよね。じゃあ歌うね。あ、今歌詞間違えたかも。ああ、リズムもずれちゃった。発音も怪しいし、京子どう思ってるんだろう。驚いた。普段ライブで聴いてる時より声量あるんじゃない？これって歌い方がいつもと違うから？英語が読めなくて詰まったりするせいでリズムがずれたりはしてるけど、それを抜きにしたらうまい。何度かゆかがソロで歌ってる場面を見たことあったけど、その時より格段に上達してない？どうしよう、京子すっかり黙り込んじゃったけど、
そんなにまずかったのかな。なるほどね。なるほどって何が？京子、やっぱりここにいた。忍。スマホずっと鳴らしてんのに無視すんなっての。次のライブについて聞きたいことあるんだけど。で、ゆかと二人で何してたの？ああ、ゆか、行っていい？別に無理に言わなくてもいいけど。あ、待って、違うの。別に忍を仲間外れにしたわけじゃないから。京子にはただ練習に付き合ってもらってただけで。はあ、そんなの思ってないし。てか練習って何の？うん、実は事情は分かったけど、ただの音楽のテストによくもそこまで。私にとってはただのじゃないんだってば。でもまさかオール英語の歌がテストに出るとは思わなかったよ。忍はアメージンググレイスは知ってる？まあ人並みには。じゃあ忍も一緒に練習しようよ。なんで私まで？二人より三人の方がいろいろ見えてくるものもあるかと思って。それにユカの歌、忍にも聞いてほしいんだよね。え？へえ、京子がそんな風に言うんだったら気になるかも。京子の今の一体どういう意味？忍にも聞かせたいくらい下手ってこと？ユカ、一回歌ってよ。でもここまで来たら誰に聞いてもらっても一緒というか、いっそいろいろ指摘してもらう方がいい。わかった、忍も遠慮なくいろいろ言ってね。どうだった？へえ。ね、私が言ったわけわかったでしょ？ちょっと二人だけで話さないでよ。私何言われても気にしないから、遠慮なく言ってさあ。ゆか、なんか誤解してない？うまかったよゆか。お世辞とかいいから。お世辞じゃないよ、声とか歌い方とかいつもと違って新鮮でさ。ま、発音が壊滅的だけどね。私もそこに一番困ってるの。歌っていくうちに慣れてくよって思ったけど、テスト近いんだっけ？それに最近ずっと練習してこれだから、慣れるのにいつまでかかることやら。音程は取れてるし、あとは発音だけなんだったら歌詞に振り仮名振っとけば。読めなくてリズム崩れてるんだったらそれで問題ないんじゃない？その手があったね、忍。ナイス。それじゃあ書くからちょっと待っててね。アメージング・グレース、ハウスイーツ・ザ・サンド。ね、どうだった？いや、ダメだわ。え？振り仮名に引っ張られてイントネーションがまんまカタカナ英語になっちゃったな。これならまださっきの方がマシだったかも。そんな、振り仮名がダメなんだったら一体どうしたら。とりあえず一旦休憩しよう。ゆかもずっと歌いっぱなしで疲れたでしょ？それは大丈夫。そういえばあの声量でずっと歌ってるのに全然息切れとかしてない。ステージで歌ってるからじゃないの？あとは筋トレのせいか？伊達に鍛えてないからね。
絵空からだ。みんな一緒にいるの？だって。ああ、そういや私、京子探してくるって言ってたんだった。ここまで来たら絵空も呼ぼっか。だね、絵空だったら何かいい案出してくれるかもだし。うん、それじゃあ練習室来てっと。送信。もう、そういうことなら最初から隠さずに私たちに声かけてくれればよかったのに。ごめん、エソラ、なんだか恥ずかしくって冗談よ。ユカの気持ちもわかるし、人に見せたい努力とそうじゃない努力ってあるわよね。例えば？例えばテストの直前で周りに全然勉強してないって言っちゃうのとかあるあるだね。あとはすっごく苦戦しながら曲を作ったのに、こんなの余裕だしとか言っちゃうしのぶちゃんとか。ちょっと、別に私そんなことしてない。ああ、なるほど、 なるほど。納得すんな。でも実際今回はそういう感じなんだよね。ピキピキの名誉がかかってるんだもん。まあ、いろんな意味で注目はされそうか。むしろテストでもすごいとこ見せとくべきっていうか。そういうことなら私に任せて。え、そら、何かいい案あるの？じゃあみんなで音楽室に移動よ。音楽室のピアノまで使って何してんの？発音が不安なんでしょ？だったらまずは基礎からじゃない？基礎練って大事だし。確かに歌も発声練習が大事だよね。筋トレもまずは体を慣らすところからだもんね。だからってこんなとこから始めてたらテストには間に合わないっつうの。てかさ、普段コーラスの時にあれだけ歌えてるんだから、苦手だって思うから歌えないだけなんじゃないの？あ、それはあるかも。ねえユカ、普段コーラスの時はどうしてるの？え、どうしてるのって。はーい、じゃあ音楽流します。歌えてるじゃん。でもこれはライブとかで歌い慣れてるし。だけどこれ歌えるようになるまでそんなに時間かかってた記憶ないよね。ねえ、だからむしろ今アメージング・グレースで苦戦してるっていうのがちょっと変な感じかも。うん、オリジナルの方で苦戦するならわかるんだけど。そう言われてみれば。でもほら、普段は京子が歌ってたり音楽があるから自然と歌えるっていうか。それはこの歌も同じじゃん。そうだよね。あれ、本当になんでだろう。ステージで気分が上がると歌えるとか。なんならどこかステージ借りてくる？ただの音楽のテストの練習にそこまでしなくていいよ。そんな遠慮しなくてもいいのに。絵空だと本当にどっかでかい箱貸し切りにしそうだから下手なこと言えないよな。それは練習じゃなくてピキピキのライブでぜひしてもらいたいね。だけど今はステージじゃないのに歌えたし、やっぱり別の理由じゃない？別ね。別？何が違うのかしら。普段の練習やライブとこの音楽のテストの練習、一人
人で練習？みんなで練習？メインボーカルが京子で、コーラスがゆかで。もしかして…エソラ、何か思いついた？もしかしたらってだけなんだけど…ねえ、京子、耳貸して。